はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人は、はじめまして白くんです。今回ね、エビさんのクリリン使っていこうかなと思ってます。一旦アタックディフェンス大幅上昇の、アタック大幅低下ですね。まあ強そうで、パッシブなんですけど、まあ長径で用いるキャラになってます。で、180パップね、長径でいけば。で、3段の間会心率が 82% と。この82ってなんな、ハニヤニ、いや、ヤニカス、いや、そんなわけないよ。なんだろうね、82って。で、攻撃時に、アタックディフェンス 150% アップと。だから2番手3番手配置ですね。で、敵は複数体の時必ず必殺が追加発動、地球育ちの戦士のサポで、これが、悟空が味方に、攻撃参加中の味方にいる時に、またはバトルから開始から5ターン目以降、まあ、さらに、まあ、バフがかかるっていうのと、高確率回避がつくっていう風になってます。なるほど、まあ、チームにいれば5ターン目以降でも発動しますよっていう風な感じか。で、あとはまあ地球人の場合、 HP 全 20% 回復の全画ですけど、地球人だけじゃちょっとやっぱ厳しいので、それはちょっともう無理だと思っていいかなと個人的には思ってます。はい、ということで、まあ今回バビディ一味やっていきましょう。左から1突2次2次2次1突だったかな。で、3突2次です。このメンツの概要なんですけど、こいつのリンクすごい悪いです。ただね、こいつとは、舞ちゃんとはちょっと相性いい感じなんですよね。的確なアシストだったかな、と勇気で、まあ一応噛み合う。で、亀仙竜ってやっぱり意外といねえんだなと思って、ヤムチャ、まあ連れてきたんですけど、まあ、パトロールは論外ですね。で、あと限界突破、相性抜群、クリリンしかないんだよね、ほぼほぼ。でも同盟問題になるからダメなんだよね。だからそこが結構厳しいかなと思います。まあやっていきましょう。意外とね、リンクやばいです。性能めちゃくちゃ強そうに見えるんですけど、性能強いんですよ。性能強いんだけど、リンクがね、すべてをおじゃんにしてる気がしますね。ひょいー、これさ、戦闘置いた方がよくね。もうそのダメージやめ。でも噛み合わんのよ。リンクが噛み合わんのよ、ほんと。どうしようかな。でもアタックていうか入んねえしな。そう、祈願やっても意味ないしな。まあヤムチャちょっとずらすか。じゃあ、うん、痛い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 、あ、これ防げれるんじゃね。おーい、祈願系やぞ。どうしよっかな。そう、悟空と噛み合わぬな。そう、悟空と噛み合わんってどういうこっちゃ。悟空が必要なのに悟空と噛み合わんっていうのは本当に良くないじゃん。どないスイッチ見たそれ。頑張れ。371万、飛燕山、演出はいいね。で、複数体いるんで、これは確定かな。まあでも連続攻撃に振った方がいいね、こいつ。アタックディフェンス大幅 50% 上昇だから、やっぱそこは狙った方がいいですね。もうちょいで倒せそう。でもヤムチャと合うんだったら、ヤムチャの地球育ちの戦士で固めた方がいい可能性はありますよ、やっぱり。カメハメハ。おお、めっちゃ打つやん、いいやん。動画夫婦カメハメハ。倒した ?OK、ナイス。これな、どっちも残してええけど。どっちも残してええな。受け性能としては。あ、でもヤムチャ撃たなきゃ。あ、でもポレコロさんよ。俺は絶対ちょっと残さな。これでいきます。バーチクソいてんだけど。バーチクソいてんだけど。そんな痛い。いってんだけど。本当に
たな。でここはマイと噛み合うから、いやでもそこまでかけていいんかな。まあでも5ターン経過するから別にいいんか。そうするか。まあこれでいくか。じゃあ、いや結構きつい結構きついな。411万、飛燕山ねえな。でも結構必殺性能としてはいいんだよ。で多分こいつ極限来るから、あ強いな。極限来るとした場合、極限前でこれだったら強い方だと思う。守れるし、ね、撃てー。はいポチッとな。いいや押すね誰だっけあれ、岸辺露伴じゃなくて誰だっけあれ、忘れた。いや押すね。誰だっけ誰だっけ、マジで思い出せん。誰だっけあれ、キラークイーン、キラークイーンだけど誰だっけあれ、キラークイーンはスタンド名だ。やべえ思い出せん。まあいいや、スイスイスイ。でここでもう切れるんであれば、これ一回回避できる。やむちゃっちゃ、やむちゃっちゃ回避できたらうまいよ。あ、やっぱ無理だね俺は君を甘く見すぎたよ。まあ所詮ヤムチャ、まあヤムチャでもね、行動前の方が、行動後かの方がいいんだけどね。うわーこれきつ。早期弾ね、とりあえず黙らせよっか。ちょっとアイテム使おう。で今のリンクがヤムチャとも合うから、まあこんな感じでも、まあしょっぱいな。あれこれなんだっけ、あバビディ先倒した方がいいんだっけ、確か間違えちゃったな。まあいっか、これでいこう。よしよし、いいよいいよいいよ。一回避けたんならいい。はい、これは避けて、うわー、ケナイス、できるできるできる。回避すればまあ必殺もプラスというふうな感じでね。ほいちょ、これで何割、8割ぐらい回避は避けるよ。おいやめちゃん、ヤムちゃんお前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 、なぜなぜそっちを避けなんだ。飛燕山、皆さんバビディ攻撃しなさい。どうすっかな。でもアイテム効果残ってるんだけど、次で切れるんならば別にあれかな、悟空復活で狙ってもいいかもしれんな。多分狙えるでしょ。17万いけそうだけどね。とりあえず早期だ。まあちょっと狙ってみるか。ただまあ火力は出しつつっていう風にしよっか。で HP なぁ、下手に下手になぁ残したくねえんだけど、まあでも火力出るんだったらこれでいっか。26万削られるかな、相手の必殺がどれぐらい食らうかによるんだけど。でもこれでスタンバイ発動せずに中途半端に HP 残ったらマジで地獄だ。はいドン、
さあ残りはダーブラちゃんですね。ダーブラちゃん、さっきの必殺ケツで打つやつはダーブラちゃんじゃないんか、バビディか。よし、バビバビは倒したんで、あとはこいつだけだ。ただどうだろう、悟空復活狙えるかな。なんか狙わんでもよかった気するけど、まあいいや。ババ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 、あババ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 お、あアイテム使っても30万食らうんだ。ロケット続き。なぜかアプリが落ちるっていう、 もう肝心なとこでアプリ落ちるやん。なんで言い直さなあかんのびっくりした、いきなりなんかプツって切れたから。あれですよ、スリープモードとかじゃなくて普通になんかアプリ落ちたんですよ。まあいいや、なんで落ちたんや。これでもう一回落ちたらおもろいけどな。まあいいや、ロケット続き。すみません、何回やってもアプリ落ちるえ、これ多分不具合だよね。いや、なんか思いもよらぬところでちょっと見つけてしまったんですけど、いや、まあこれ復活で相手 KO するときってアプリ落ちるようになってるんですかね。ちょっと分かる方いたら教えてください。まあてな感じで、ちょっとね、もう何回やっても落ちちゃうんで、まあ今回まあクリア、まああれもクリアできたも同然なんで、まあいいでしょうまあ性能としてはめちゃくちゃ強いね、クリリンね。強いけど、リンクがやっぱり結構厳しいとこあって、まあ狙うとしたら的確なアシストと勇気である、まあ、ブルマであったりとか、マイちゃんであったりとかっていう風な流れがいいかなと思います。悟空ですね、技悟空が亀仙流持ってないので、そこが噛み合わないってことは、まあヤムちゃんの方がいいかなと思います。はい。まあリンクがもったいないね。性能めちゃくちゃ強いと思うんだけどね。悟空、即悟空がね、唯一合うんかな、多分。悟空の中で。こいつっすね。まあ、他にいるかもしれないですけど。まあまあいいや。はい。まあ、てな感じで、ちょっと締まらない終わり方でしたけど。いかがだったでしょうか。まあ、皆さんぜひね、クリリン作って、使ってみてください。はい。てな感じで、ご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた皆さん。バイチャー。